それではシニア級重量級優勝の加藤選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。何はともあれ今のお気持ちを。いやもう嬉しいの一言です。もう去年一昨年と出場させていただいたんですけども、まだ一勝も挙げることができなくて、それが最高の形で結果が出たというのは、嬉しく思います。その結果出すためこの1年どんな稽古積んでこられましたか。私新潟支部なんですけどね、新潟の、本部道場の、出稽古に行きまして、週自分の道場も入れて週に3回 の、 練習を続けてまいりました。決勝、白井選手との対戦振り返っていかがでしたか。先に効果取った時にちょっと逃げ切ろうと思ったんですけどちょっとそういうズルしたんで取り返されちゃったんで延長戦で取れたので良かったですけども、今度から最後まで、正々堂々と全力を尽くしたいと思います。何はともあれ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。